はい、こんにちは。カツオチャンネルのカツオとカツオクです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、冬服についてお話をしていこうと思います。とにかく寒くなればね、着込めばね、いいんですけれども、それだとね、快適にサイクリングできなくなりますので、多少ね、こうレイヤリングしながら我々は着てるんですけれども、私とカツオクさんとで冬のウェアで気に入ってるものを10選ほどちょっとご紹介していきたいと思います。じゃあ加速さんの方からちょっと冬服で、はい、これちょっと気に入ってるぞというやつをご紹介していただけますでしょうか。はい、まずは今着ている DHB のメリノールの長袖です。メリノールめっちゃいいですよ、はい、これ DHB なんで別にあの提供品とかじゃないですけど、はい、まあ、今着ているやつも、まあ、DHB のメリノールなんですけど、数えたらね5着ぐらい持ってます私は3着です。3着持ってますか。長袖はね、はい、半袖も入れたら、半袖入れたらめっちゃ持ってますよね。まあ別にあのどこのメーカーさんのやつでもいいんですけど、まあ、メリノールもし持っていらっしゃらない方がおられましたら、まあ一着着てみられたら結構いいかもしれないので、ウェアそのものがなんか温度調節をしてくれてるような快適さがメリノールにはありますね。汗かいても不快にはならないんですね。まず1つ目、あのメリノールジャージのご紹介でございました。はい、はい、次カツオの方をご紹介いたします。寒くなってきたらね、不快になってくるのは指先ですよね。切れてるやつを使ってるんですけど、まあ何度かご紹介してますけども、このおたくさんのね手袋を上からかぶせて使っております。結構ね寒くても、結構ね、これ蓄熱グローブっていう風に手袋っていう風に書いてるんですけど、結構いけます。安い。例えば六甲さんとかで登り切って、登るときはねもう指切りグローブで全然いいんですけど、上に上がると寒いのでおたふくさんをかぶせて、でその上でね限界が近づいてくると、私はね高級品のアソス、これちょっと売ってないかもしれませんけど、上からかぶせます。ミトンみたいなね、ミトンみたいな感じ、まあバルタン星人みたいな感じなんですけど、これでね相当いいんですよね。下りとか、まあ、結構多分氷点下ぐらいでもいけてしまう感じですね。まあアソスが作ってるだけあって、ギアチェンジも全然問題なくいけますし、なければねこう上からレイヤリングするようなやつをちょっとチョイスしてみられてもいいかと思います、はい、じゃあ次カツオクさん、はい、上りは暑いんですけど、うんうん、下りの時にすごい重宝するのが、うん、バフです。バフ、これもメリノールですね。これもねカツオも使ってますけど、これもめちゃめちゃいいですね、はい、下りの時にいいんですけど、耳まで隠れるし頭まですれば結構あったかいので、あったかい、うん、いろんなところで重宝します。これあったかいんですけど、汗かいてもこれまた不快でもないという、なんか不思議なこのウールのなんか良さっていうんですかね、うまく調節してこう逃がしてくれつつ、これまた風が吹いてもなんか寒くない、なんか不思議な感じなので、痛まないし、なくさなければ一生もね使えるような気がします。結構おすすめできると思います。それからですね、冬といえばやっぱりね足元が寒いので、皆さんも含めてロングのビブをね持っていらっしゃると思うんですけど、カツオも珍しくカステリのやつですね。めちゃめちゃ寒かったらいいんですけど、結構な強度で例えば6個登ったりとか淡いしたりとかするとね、ちょっとやっぱりね暑いからこうエネルギーも使ってしまうみたいな時がね、特にこうやって日が照ってくるとあるんですけど、そういう時はですね、今日まあ2人も履いてるんですけど、七分丈ね、あんまり持ってる人少ないかもしれませんけど、七分丈のねビブが今日もめっちゃ良かったですよね。ペダリングがねしやすいんですよね。これはね中が少しちょっとあの薄い毛みたいになってて、全然寒さを感じないので、まあ、七分丈持ってない方はちょっと一つ用意されるといいかもしれないです。特にね今年あの暖冬って言われてるので、太陽がね当たってると結構ね汗かいたりすると思うので、この七分丈も冬をね快適に過ごす意味ではいいと思います。でとりわけねちょっと良かったのがロングソックスなんですけど、これもねメリノウールになってまして、普通ねサイクリングソックスってまあこの辺ぐらいまでなんですけど、そうするとねこの履いてるところが結構ちょっとなんか、うん、そうそう微妙に、ね、ちょっと微妙に寒かったりするんです。まあそれの方が快適な温度帯もあると思うんですけど、たまたまインナーファクトさんというトレランのソックスメーカーがお作りになってるんですけど、まあ、トレラン用で作られてるやつをちょっとサイクリングで使ってみたら、結構やっぱりメリノールの気持ちよさがあって、繊維のなんか細かいやつで結構快適でございます。まあこれもちょっとご紹介しておきます。私も昨日トレランで短パンにこのロングソックス履いたんですけど、足元が冷えずに、ここまである、ここまで、うん、はい、足元が冷えずに良かったですね。
よくね、冷えたらお手洗いも近くなるんですけど、うん、そこまでじゃなかったんで、昨日はこんなロングソックス履いたの小学生以来ですけど、なんか快適でした、はいはい、マジで。何なんでしょうね、このメリノールのなんか素材の気持ちよさというか、うん、優しさというか、なんか、うん、そういうのがちょっとありましたね、うん、1個ロングあっても、ロングソックスがロングソックスね、1個あってもいいです。七分丈になんかロングメリノソックスあってもいいような気がいたしましたね、うん、快適に乗れました、はいはい、あとですね、このジレをまあ、2人ともね着てるんですけど、カツオはですね、冬用のちょっとジレを持ってまして、これ冬用のジレなんですね。でこれも下から開けれるタイプで、これどこで買ったんですか。これね、これ多分ウィックルで、はい、買ったと思います。どこのやつだったか他書いてないですか、メーカー。5000円ぐらいで買ったと思うんですけど、アルチュラ、はい、中が少しこうフリース素材的になってるんですけど、後ろは透けてるみたいな感じですね。綿でもない、綿でもない、まあ、ちょっとフリースの気持ちのいい素材で、前面だけがフリースなんですね、はい、うん、で後ろにちゃんとポケット、ファスナー付きポケットがね、結構でかいのがあって、まあ、結構寒い時にそれなりの強度で走ろうとすると、こういうのがねちょっとあると、特にねこの首周りが結構快適な感じになりますね、うん、まあ、さっきのメリノのバッグでもねいいんですけど、ちょっと1枚あると結構便利でございます、はい、あとね、どうしても風がね当たって寒いっていう時は、何度かご紹介してると思いますが、コアテックスのシェイクドライという、まあ、レインウェアなんですけど、完全にね風をシャットアウトしてくれるの で汗がすごい抜けてくれるので、相当いいです。インドジャケットでは寒くても、これだとすぐ温まりますね。これ本当びっくりするぐらいね、気持ちがいいです。この前のブルベの時にめちゃくちゃ雨が降ってきて、結構ね、うん、体が冷え切ったけど、これ着たら暖かくなったからね。これね、なんで私がねここまでね言うかっていうと、別に全然これも提供品じゃないんですけど、ゴアテックスはね、かれこれここ10年の間に、まあ、モンベルとかいろんなゴアテックス関係レインウェアを含めて多分ね10着以上ね着てます。いろんなものを着用する中で、ちょっとね別格でこれはね汗をそっとり出してくれるんですね。作る上でなんかどうも環境に少しなんか問題があるらしいということになってるようで、2022年去年にもうなんか作らないようになってるようなんですね。これはまだサイトでは買えるところもあるので、ちょっとお値段はお高めなんですけど、あるうちに買ってしまった方がいいかもしれないです。サイクリングのやつがね、ゴア社から出てますので、これも1枚あるだけで全然違うのと、でこれは実は私の M サイズで 110g しかないんですね。軽い、めちゃめちゃ軽いし、めちゃめちゃコンパクトになるので、畳んだら全然バックポケットで全然ちっちゃくなるので、これ1枚あるだけでも全然違います。力説してますけど、はい、回し物ではないんですけど、はい、ご予算許す方はおすすめできると思います。詳細はね概要欄の方に載せておきますので、よかったらね、チェックしてみてください。全てがね皆さんにぴったり当てはまるかどうかは分かりませんけれども、一つ二つでもね、参考になるような商品があれば幸いでございます。寒くなればあったかいやつをね着ればいいんですけど、それだともう汗も出て快適にねロードバイクできなくなりますので、まあ我々のスタイルとしてはちょいちょい重ね着をしつつ、暑ければ脱ぐと。ただそれを後ろのサドルバッグに入れる感じでもなく、まあ極力ねバックポケットに入れれるようなちょっとコンパクトなやつをねチョイスしているというようなところでございます。我々はねちょっとネットで買ったりして、ちょっとサイズが違うぞとか失敗することも結構あるんですけど、ちゃんと店舗でピチッと合わせてサイズ合うやつを購入されるのが一番いいかとは思います。寒いとねなかなか外に、うん、行きにくくなりますけどね、はい、それだとまたせっかく上がってきたこう体力がこうキューッと落ちちゃいますし、ちょっと冬場は若干こう体がねウエイトがそれなりになってきますので、ね、健康を維持しつつ、はい、快適なサイクリングをねお互いに安全に送れたらなと、はいはい、思います、はい、ということで、冬の快適サイクリングウェアご紹介でございました、はい、最後までご視聴誠にありがとうございました。以上です。